富里スイカオーナー制度は、富里スイカのオーナーになれる制度です。オーナー自ら苗を選び、栽培農家が管理する畑で花付けなどの農業体験をした後、大きく育ったスイカ、二玉を収穫できる富里ならではの農業体験イベントで、平成27年度から続いています。今日の収穫体験には、県内外からのオーナー、 およそ80 230組、人が参加しましまた富里市の観光交流拠点施設末広農場に集合したオーナーたちは市内、辰沢のスイカ畑で自分たちの育てた大きなスイカを収穫ピカピカに磨いたり自分の名前が入った生産者ステッカーを貼り付け箱詰めするなど出荷体験も楽しみました。